鹿市別駅は、北海道市別市鹿市別町にあった北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W43。電報略号は室。一部の普通列車は当駅を通過し、2020年3月14日、改正時点では、下り5本上り4本が停車していた。1977年の鹿市別駅と、周囲約500メートル範囲。 上が、名よ方面。駅の名よ側に42線道の踏切。側を平行する国道40号沿いに多数の民家がある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成道区間での起動車運転開始に伴い、開設された。当駅の所在する地名より、市別より手塩川の下流に位置するために、下を冠した。 単式ホーム一面一線を有する地上駅だった。ホームは線路の西側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に出事を持つ開業時からの無人駅だった。ホーム北側の出入り口から少し離れた位置に待合所を有した。古い建物で以前の外壁は下見板張りで1993年3月時点では、 荒廃していたが、その後回収され、外壁がカラー鉄板張りとなり、出入り口に住宅用の引き戸のサッシが利用されていた。ホームは木製デッキ式ではなく、プレコン製であった。輪っかない方に90度の角度でスロープが設置され、駅施設外に連絡していた。有効調和に両分であった。待合所正面から向かって、右手側に別当のトイレ棟が、 左手側に、片流れ屋根付きの自転車置き場棟が設置されていた。名寄ろ盆地の中の広い平地に位置する。当地付近の手塩川支流には池が多い。稲作地帯である。小さい市街地がある。貸別仮上工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。